私たちのこのゲート前の行動が、あの戦争法案を止めるための国会を包囲する取り組みになってきました。それを一緒に戦おうとした韓国や台湾やハワイやフィリピンの仲間が今日この場に来ています。外交問題ですよ。これは明らかに不当な逮捕、明らかに守られるべき人権を蹂躙しているのは国家権力、あんたたちですよ。ちゃんと責任者出しなさい。直ちに釈放しなさい。聞いたところによると、もうすでにここには身柄はなくて、ナミスに移送されたと聞いています。許せない、絶対に許せません。ここで交渉すると言ってたじゃないですか。何ですかそれを。直接の責任者、前出てこい。返せ。ちゃんと謝罪説明しろ。出てこい。出てこい。仲間を釈放しろ。仲間を釈放しろ。仲間を返せ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 。韓国の仲間を返せ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 。今、モナガ県知事は国連の人権理事会に沖縄の声を伝えるために、世界の声を味方につけるために、世界中に発信するために国連にいます。国連において今日の朝の出来事、国際的な人権問題として訴える場があります。絶対に今日の不当な拘束を直ちに解かせるために、あらゆる手段を尽くして即座に逮捕を求めたいと思います。もう一度スプレイコール、スプレイコール、スプレイコール。仲間を返せ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 。即刻釈放しろ。即刻釈放しろ。釈放しろ。